より、みこし富雄の出発式を執り行います。私は司会進行を務めさせていただきます、安坂みこし会の鳥と申します。よろしくお願いいたします。それでは、開会の挨拶を、東松島夏祭り、実行委員会みこし部会長、そして安坂みこし会の会長であります大森信和より申し上げます。皆さんお晩でございます。おまた今日が来ました。ちょっと私も昨日からちょっと興奮しているところがあります。平成11年にこの安高神輿が町内の市内の各企業の方々に協賛をいただきまして、作ったのが平成11年の3月完成しました。それ以来、それからですね、もう8年も経っちゃったんですね。ですから皆さんにご披露するのは、中に地震があった範囲ですね、ちょっと投票しなかった、祭りがなかった時にありましたけども、皆さんにご披露するのが7回目でございます。我々八つ高神輿会というのは、今から大体神輿会を発足したのが15年前なんですけども、その時にですね、鳴子さんに、山村さんが鳴子の神輿会の知り合いがいるよということで、鳴子神輿会の方々に神輿を持ってきていただいて、我々もこういったバンド神輿が欲しいなということでスタートしたのを今思い出します。それ以降ですね、鳴子さん、岩田山さん、セミナーさん、皆さんの本当に応援があって、このような立派な神輿を作ることができました。今日東松島市夏祭りとしては2回目でございます。もう今ではこの八つ高神輿がこの夏祭りのフィナーレを飾る、私は大イベントだというふうに自由しております。まだ神輿の不安がですね、だいぶ増えてきたなという感をいたしております。今日はですね、山形の方からも友好団体の感染者の方々も、大型の娘会の方々も応援に来てくれました。本当にありがとうございます。皆さんですね、今日の観客に期待に応えられるような息のいい元気な神輿を披露していただきたいと思います。今日はよろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして東松島市長阿部秀夫さんお願いいたします。今日皆さんおはようございます。挨拶は30秒というふうに言われました。今日は天気よくてよかったなと思います。まずですね、この下町から上町まで、今日はこの道路は東松島市の未来の道路だというふうに思います。そしてこの神輿は東松島市の夢と希望、そして皆様方の夢も詰めて、今日は元気よく感じていただきたい、こんなふうに思います。県外からもお手伝いいただきまして誠にありがとうございます。皆様に感謝を申し上げ、そして元気に最後まで行けることを祈ってご挨拶に返させていただきます。おめでとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして、担ぎ手の皆さん方をご紹介いたします。友情出演してくださいます、友好団体の皆様からご紹介申し上げます。代表の方はすみませんけども、前の方に出ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。鳴子神輿会様、代表の方、失礼いたします。続きまして、岩田山伊達神輿会様、
続きまして、しみね坂東神輿会の皆様、松島基地の皆様方、東松島市役場の皆様、東松島市市役所ですね、すみません、石巻信用金庫大和支店の皆様、石巻商工信用、石巻商工信用大和支店の皆様、信用銀行の皆様、株式会社ヨークベニマルの皆様、株式会社石の倉の皆様、三橋工株式会社の皆様、商工会青年部並びに OB の皆様、 JA 石巻大和営業所の皆様、建設業協会青年部の皆様、郵便局の皆様、大和第一衛星社の皆様、大和第一衛星の皆様、以上でございます。あとは有志の皆様方で、稼ぐようなことになります。それでは、鏡割りを行いたいと思います。この鏡割りの、お酒は株式会社一ノ倉様より、提供いただきましたのでご紹介申し上げたいと思います。それでは鏡割りのご挨拶を桜社長ちょっとお願いいたします。おはようございます。この伝統ある松高の名前をいただきまして、地元のかぐや姫という米でもって、作ったお酒が八つ鷹でございます。今日は皆様方と一緒にその八つ鷹で乾杯して安全とまた、この町の発展を願いたいと思います。今年はご承知の通り、航空祭と連続して、また同じようにやることになりましたので、いろいろお客様もたくさんいらっしゃってると思います。ぜひ皆様方の意気を示していただきたいと思います。よろしくどうぞお願いいたします。それでは鏡割りを、していただきます方をご紹介申し上げます。東松島市市長安倍秀夫様、株式会社一ノ倉桜井武弘社長様、そして、神輿部会部会長大森信香さん、よろしくお願いいたします。それでは皆様の掛けはよいしょよいしょよいしょで参りたいと思います。よろしくどうぞお願いします。それでは参ります。よいしょよいしょよいしょ。
つの瀬の中事公案を申し上げたいと思いますので、神輿部会副部会長の山村真由美より、中事公案を申し上げます。後ろに行かないように。それから、友好団体の方は今年はすべて二店舗の方に行っていただいて楽しんでもらうという形を取りました。ただ今回長屋が長いので若干ちょっと煽りがかなり入ります。あまり揉みますとうっかりするとぼっきりいく可能性もありますので、あまり激しく揉まないようによろしくお願いいたします。それから最終試験ですが、ジンクで3発、ね、ジンク3発で終わります。ご協力のほどよろしくお願いいたします。以上です。それでは乾杯の、ご布施を鳴子事務司会の桶山勝さんお願いいたします。あ、どうも皆さんこんばんは。鳴子事務司会の桶山です。ですね、八鷹神輿会が発足して15周年ということで記念の年でありますので、今日は皆さん張り切って楽しくやりましょう。乾杯。お願いします。ありがとうございました。それでは、出発の挨拶を神輿部会副部会長の大崎秀一より、はい、それでは皆さん今日は元気よく最後まで頑張っていきましょう。で、一本で締めます。よーわあ、いいですか。はい、後ろ肩入れて。はい、もたきだよ。肩入れて、肩肩。はい、肩を入れて。はい、どうしても担いでて、どうしてもこっちの方はダメだって時は、何人ぐらいは逆に担いでもいいですよ。はい、行きますよ。はい、上に立って、上に。はい、
ったんですけど。Yeah.
Yeah.
ちこちこちこち。はい、戦ってください。戦ってください。はい、戦ってください。
Yeah.
さん、やすや肌の八幡さん、ここなつこんぶやの工房さん、そうで東京の誰かいとおとさん、それだけ気になるだけのために、みんなおかたそこへぬな、
Thank you.